あんだけあるのに、ね、MC あんだけになるのに。え、それな、今今日思ったんだけど、ずっと MC おらん、うん、え、全部いる？全部じゃないけど、基本いる、あの入れ替わり、え、ってか全部いるわ。2人のやつ以外じゃない、3個じゃないじゃん。え、DM2 人のやつ以外全部いるよ、3つ出る。多い、いいの、私1回なのに、うん、え、姫の基本全部いるよね。なんか姫の今日何回さ、シンポジとユニットの話したみたいな。え、もうそれの話すことがなくて困った。姫の何回今日同じような話題をさ話してるんやろうと思ってさ、だからもう最終もう違ったよね、ミューポンの花髪トークになっちゃった。1回しかないから。でもあれ分かったよ。中美ちゃん、こんばんは。ブリュレ、こんばんは。私もそれ家にあるんだけど、ブリュレ食べた。マジでもう一回頼みます。嫌です、嫌かな部屋なのよ。え、やってない、姫のひまわりと日暮らし予想当たった、っ、え、見たよツイート。そうなんよ、日暮らしやってないでした。どうでした、あ、皆さん次回期待して、あの次回期待してくださいって言ったんですけど、あのこのメンバーの次回ですね。もしこれが最悪マジで、え、一回きりなのこれ。違う、これが違う、他来次やる僕隊がほら違うメンバーとか分かんないから、うん、こうなんていうの、その分からんくない、でも確かに次出れるか、次出れるか、自分が次出れるかとか分かんないから、うん、本当にこのフル、またこのメンバーで出れる、じゃあもうフルでこのメンバー、フルでこのメンバーじゃないとこれ次回とは言わない。だって分かんなくない、次のメンバーの子たちが、うん、僕たち出てヒータン萌え台詞っていう、なんか自分からさ、あ、ちょっと今日萌え台詞があるんでとか、なんかさなんかさなんかさそう、これを知ってるメンバーじゃないと、うん、高いやつ、これ高いよね。姫だってめっちゃすごいよね。高い。じゃあリエチ、リエチ絶対マイゼルフやらせてな。ヒタに、いいよ。覚えてたらね、うん、絶対みんな忘れてる気がする。じゃあヒタ宿題だよ。ヒタ覚えてるよ。うん。でも宿題にしたんで。マイセルさん不足で干からびそうです。うず嬉しい。干からびて。干からびてよ。待って、くしゃみそう。猫ちゃんありがとう。はずれ。だからちょっと静けだね。でも大丈夫だよ、ゲームで見て投げたら当たりになるんで。もさん、こんばんは。ゲームがさ、くしゃみしようとしたらさ、うん、褒めたくならん。猫ちゃんありがとう。褒めないで。人のくしゃみ気になるよね、でも。人のくしゃみ褒めたくなる。やめたほうが。ガチでクチュンっていうくしゃみの人いるよね。いた、学校に。私、大人ならない。さっきって誰がそんなくしゃみじゃなかった？言うなじゃね？いいじゃないの。え、でも響きはそっときた場合です。変わる。毎日。誰だっけ、誰かいた気がするけど、もうガチでクチュンみたいな。ユイナじゃない、え、そうなっけ、わかんない、わかんない、さすがに覚えてない。クチュンなんかいたっけ。モエゼルフ、こっちが緊張した、こっちが緊張したの、私が緊張した。モエゼルフって何がさ正解かわからんのよ。外れも当たり、そうだよね、外れも当たりだよ、うん、あ、くまりパパさんも猫ちゃんありがとう。これは外れなの、これも外れなの。お疲れ様でした、さすが。お疲れ様でした、さすが。猫ちゃんありがとう、コルトマちゃんは当たりだよ。猫ちゃんありがとう、猫ちゃんの愛してありがとうね。リエちゃん安心して、次メンバー、次同じメンバーがなかったら先輩たちの公演でやってくれるみたいとか、はい、ん、ひーたんかやりませんよ、はい、やりませんよ、このメンバーじゃないとやりませんよ。なんでやねん。浜富士で日暮らしでした。浜富士で、浜富士って呼ぶ人なんか、餃子は何餃子が好き？しそ餃子が好き。いや、てか私なんかすごい声を出す。しそが好きなんですよね。なんかお好み焼きもしそです。お好み焼きもしそ。でもなんかイオさんのポジだったんだけど、なんか歌が難しいところが多いくて困った。びっくりした。僕たくらいで初めて聞いてみました。ありがとう、来てくれて覚えてるよ、うん、いいな、覚えてるよ。ネムネムニャンクさん、ネムネムニャンクじゃないです。そうだから困った、ちょっともう語り語り語りずっと語ってた。新日暮らしこいよい、ありがとう。もう新日暮らし本当にやばかったよね。頑張りましたよ、くありがとう。ここはシンポジアリーチしかいないですね、はい、ね、うん、どうでしたか、ゲームシンポジア、ね、いい感じでしたか。一番必死でした、多分顔が、うん、ユニットワンチャンヒータンがアイドルだといいなって思ってた。もうあれ盛大なネタバレよね、あそこでもう、もう残っちゃう時点で MC で、いやほんまに MC で残っちゃう時点でさ、あの立ち位置っていうか、もう最初で分かる。確かに、だからほんまか、もうドリームガールじゃん。姫奈が1列目いたらもうアイドルって期待してくれればいいけど、うん、え、でもさ、アイドルは新しい人おらんよね。ユーナがさ、あれが変わった、立ち位置が変わっただけで、うん、新しいアイドルの人がいないから、
確かに残念だ。え、変わったげるよ姫のアイドル。え、変わったげるよ。マジで変わったげるよ。でもジェットコースターやりたいし。やりたい。私はディフェンスやりたい。え、ディフェンスやりたい。え、ジェットコースターやりたい。あげる、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 みんな。でも日暮らしはあげないよ。やだ。日暮らしがやりたい。やだ。日暮らしがいい。女。どうだった日暮らし。バカは良かった。ひーちゃんの日暮らし。バカいいとかバカとか使っちゃダメなんだ。そうだよ。そう、怒られちゃうからね。ひーたん。おばの天ぷら美味しいよね。ばあちゃん、あ、しそジュース好き、姫のも。しそジュースって。しそジュース、ま、紫のやつ、マジで美味しいよ。美味しい。美味しい。初めて聞いたか。ミロに、ミロのネクス、ゲゲマネさん、遊びに来たよ、ありがとう、来てくれて。なんかこう、胸元がやばいですね。やばい。確かに。あ、ほんと、もうちょい上げて。もうちょい上げてたから、もう閉めて全部。わぁもう全部閉めて。どうしよう、ここスローにされてたら、スローにされてたら。マネージャーさんから電話が来るんじゃない？なんで？モリス。やめてください。お前もう。気をつけろ。え？なんかしましたか？東優勝すぎたとほほ。とほほやばい。とほほ。もう今さ、完全にさ、今日の髪が深夜テンションだからさ、全然裸になってって言われたらなれる。じゃあなってよ、君やめてよ。こっちが見たら山口公園かな、山口公園でだと思う。山口公園のやつと、X 何してんの、リエッチブリッジするのかと思った。今みんなに髪の毛見せてた。ブリッジここでしたらやばいから。わかった、おばちゃん。リエッチありがとう。ひめなちゃんもシンポジやってほしかったな。いや、本当にやりたかった。ひめなも、ひびきもやりたかった。え、ただ絶対シンポジじゃないのがいいよ。え、でもなんかちょっと心機一転したい気持ちはあった。そう、大変やだし、うん、なんやろ、なんかね、わかる、うん、なんかやりたいけどやりたくないけど、やりたい、やりたいでもユニットだけ変えるならめっちゃいいと思った、うん、でも普通の全体曲は変わるのはしんどい。全体曲のやりたいとこもあるからやってみたいな。どこやりたいの？それな、どこやりたいの？え、でもなんかさ、歌とかさ、違うたりするじゃん、歌歌とか。え、でも姫の姉、あそこは好き、ゆうなの歌いだし。どこだっけ、もともとあずみさんのこと。あ、もともと、あそこ全体的曲。そんなこんなの2番ってどんな歌最初。そう、そこそこめっちゃ好き、姫のね。あそこ逆に言ったらリオさんのとこが好き。繁盛し天性が好き。あ、確かに。だからこんなんはできないけどいや、そんなんやる。リオさんのパートポジションめっちゃ一人で歌うとこ多い気がする。いいの。しかも難しいとこが多い。なんか賞味期限は、賞味期限、あれ消費期限、賞味期限、賞味期限は2時間目の恋。短め、違う、何、短めじゃない、あ、短め、やばい、短めどうだ、うん、え、2ってしてない、あそこ。それさ、リサ子も言ってた。え、2時間目じゃないの？え、どうなんだろう。2時間目の…危ないって。え、短めだよ。賞味期限は2時間目の恋。え、待って、2ってしてたって、誰かが。なんで賞味期限は2時間目の恋なの？え、でも短めだって。え、ほら、2時間目だと思ってたよね。リアもずっと2時間目だと思ってた。え、ちょ、待って、これダメだし、自分で嘘ついちゃうからさ。どっちなんだろう、わからん。正解はなんだっけ、デジャブ。だって歌覚えてないやつらみたいじゃん、よくないよ。今日もぶちゃぶちゃ一緒に見て、あ、見つけたよ、最善でど真ん中だったよね。明日メール送る。短めだって。短め。嬉しい、本当にありがとう。多分ひまなさ、それをさ知らんかったらさ、もうめっちゃノリノリでさ、賞味期限は2時間目の恋2時間目の恋とかってさ、こんなんしてるわ多分。そう、見送りの時にさ、ぶちゃぶ見せてくれたからめっちゃ嬉しかった。なんか今日もぶちゃぶ連れてきたんや。いや、覚えてないわけではないんだよね、歌詞を。たださ、そのいろんな人の歌を聴いてたらさ、2時間目に聞こえるよね。だから2時間目なん、自分が歌わりじゃないから、そこまでなんかあんまりあれしてなかったというか。え、そう、髪型昨日投票したけどさ、あつかです。でもそう、結局さ、メイクさんにね、サイドポニーかまとめ髪どっちがいいですかって言って相談したら、まとめの方がいいと思ってたから、いたん、まとめにしちゃった。短めの声ですね。決定権はメイクさんにあります。もう2時間目にしよう
爆笑やだ怒られそう。どっちだった？短め短め。いや絶対リサコ2ってしてたよ。リサコが2ってしてたもん。でもさリサコさ多分短めに直してたよ。2時間目かと思った。最初2でしてたよ。歌的には変だよね。だからひなもうどういうことって思ってたんだけど、うん、あ、そういうことか。賞味期限は2時間なんだろうなって、うんうん、2時間で恋が終わっちゃうんだろうなって思ってたから、うん、2時間で恋が終わることなんてあるの面白いね、うん、だってあれナンパ系のあれじゃん。あ、そうなの。そんな子になって、そんなこんな。あ、なんか考えたよね。そう、なんかひと夏だけだから。そう、ひと夏の恋ってか海で出会ったみたいな。海でじゃない、あ、繁盛しいてるで、ね、白い砂浜。一緒にかも。みんな言ったやん。言ったわ。竹内先輩から繋がってるって、うん、そう、そう、ちょっと遊んじゃう女の子になっちゃう。A チームだからひーちゃんいなかったわ。ひーちゃんとリエチじゃない人たちが考えた。みんなでやったよ、それ。みんなでやったよ。ひど。そうしたよね。うん、認定簿記さんもいて、みんなでやったよ。うっそやん、うん、それでさ、ね、ナンパというかそう、ちょ短い系のさ曲だから、短いとかそういう感じだから、なんか2時間消費もう2時間で終わる恋なんだろうなみたいな感じで思ってた。まあ、分からん。そう、確かにサイドポニーだとみんな思ってたよね、昨日の感じだとね。いやでもほんとギリギリまで迷ってたんよ。リチャのせいになってる。確かに確かに。リサコが言ってたってとかって。あ、高橋さん、ソフトクリームありがとう。今日も見つけたよ。ありがとう。ナンパ系いつも来てくれて。そう、ナンパ系の歌だよ。またまた聞かれた。じゃよく見えたよ。 あれかな、今日街で見つけたよって。一番前じゃなかった？名前すごい気すごい速そうですね。わかんない、それな。2時間目に入らんからみんな一列目に感じちゃうんだけど、一列目だったよね今日。みんなで一曲歌詞を書き出してみたら面白そう。確かに。パンさん、可愛いけど。働かったけど、もう街で見かけたこの間っていう。リーチの牧場にまとめたい。本当に、まあディアも確かに。なんだ、まあ、なんだろう。せっかく覚えたからさ、踊りたいよね、またどこかで。この方僕大変だって思ったんですよ。でも僕大変。2時間だとね。確かにね。全員2時間目したいですね。2時間目？あれかな。2時間。かなちゃん、ありがとう。焼きそば、いや、焼きそば。ひーたんちこっそり買いました。まこっそりって何？どうだって読むからね。これハズレ。もう猫ちゃんの足に当たり出してる人さ、あんま見たことない気がする。でもいいとこでやったら。なんかてか今最近リンゴ病 になった気がする。顔が。うん。嘘。すぐ赤くなる。え、リエ、でもリエリンゴ病だと思う。本当に。でも姫のなるイメージはないかも。なあ、そうなかったかも。めっちゃ赤くなるんだけど、なんか褒められたら。踊った後じゃなくて褒められたら。赤面症？赤面症じゃん。ね、赤面症なん姫の、うん、やだ。ぽくないね。え、それの、うん、ステージ病なのに。何じゃ。え、スポットライト病か。うん、出た。注目してーみたいな。出た出ました。じゃあ引いたアイドルが転職だね、本当に。転職だね。確かに。ジェットコースターとか俺の60代だよ、ね、僕たちはジェットコースターみたいに恋に落ちて。もうメンツがおもろい。いちごとみよぽんっていう。やばいぜ。メンツが最高です。みよぽん似合ってると思う、ジェットコースター。似合ってる。みよぽん似合ってる。ね、似合ってると思います。かすみめっちゃジェットコースター感あるけどね。ジェットコースターやりたい。なんか一番あるがおもろいね。なんでアイドルしてるん？それ絶対さ、ジェットコースターの方がしっくりくる気がする。うん、うん、してる。響きもアイドルじゃない、マジで。え、ひーちゃんはでもアイドルじゃない。嫌だ、嫌だとか言ってた。でもさ、かと言ってさ、ひーちゃんそれな、逆に何がジェットコースターもないしさ。ひまわり。え、違う。あ、でもひまわり合うと思う。でもディフェンスではない。誰の衣装、ひまわり。でも一番の衣装、アイドルつけてる。あれ似合いそう。ディフェンスでも合いそう。絶対ない。はあ、なんでかすみに言われないといけないの。ひーちゃんがディフェンスやったらさ、おもろくないだって。何そんなこと言うの。笑っちゃう。はあ、もうかすみよりレイダウンできてる気持ちなんだけど。私はレイダウンできてる。レイダウンと嘘つけ。今日ユーナンの T シャツ着てたやんけ。あ、最後見送りの時さ、ビングさんさの T シャツ、ビーダンと見てたよね。見てた。そう、なんでリエの T シャツじゃないの。あれひーちゃんじゃないんかい。ありがとう、いいちゃん。今日隣の人びっくりした。めちゃくちゃびっくりした。ドキドキした。にぎやか。てか、ドキ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 。懐かしい。
しい。それ懐かしく感じるよね。めっちゃ最新なのに。うん、全然今月だよ。え？やば。そっか。うん。かすみおるの秘密。誰も喋るのをやめないマシンガンとか。確かに。いいじゃん。みんなおしゃれだからね。ダメな時期がありがとう。楽しみにしてて。かき声してる方が楽しい。レイダウンで犬になりたかったです。てかさ、でもさ、姫の思うんだけど2番の方がさ、姫のっぽくない歌詞。イザマ好きな。そう。バーって死んじゃおうとかね。確かに。私。でもヒータの歌い出し好きよ。どこ？何のやつ？お前が手に入るなら。もう顔赤くなるって。いや、ミンでいいから。ミンでいいから。姫のもさ、マッツさん、猫ちゃん、たくさんありがとう。恥ずかしい。忘れしか出ない。なんで？マジやってみ。やってみ、マジで。猫ちゃんは。いや、私蹴りたい。当たりだったらどんな感じ？最初の？蹴りたい。どうぞどうぞ。やってください、本当に。猫ちゃんも可愛いけどね。当たりだよ。ありがとう、猫ちゃん。え、ああいうのもさ、考えられてさ、歌割りってされたのかな。当たりだ、すごい、ごめん、なんかもうさっきから5連続、5連続何番にした、あの番のようにしたら蹴るのが姫だったわけじゃなくて、すごい、そういうのを見てやってるんかな。この人が蹴る方がいいとかさ、わかんないよね、それ。多少あるかもね。え、でもなんかさ、ありがとう、聞いた話じゃん、ほぼ A チームで決めたみたいな。やっぱ当たりの方が嬉しいわ。クルさんか、当たりの方が可愛い。でもそうでもない、クルさんの蹴りを見たい。いや、でもあんリオさんっぽいよね。リオさんは特に猫ちゃん始まりはリオさんの立ち位置、ありがとう猫ちゃん、たくさん。確かにリオさんだなって思った。この数十分で歌唱がなんか4匹ぐらい。リオさん今誰の声で誰がやってる？リエチ？リエです。歌割りが多かったりとか。え、多いよ、リオさんの声とか。多い。うん、あと歌が歌うのが多いとか。ユニットもね、歌歌うやつ。え、わかんない。ひまわりと僕、そっかそっかそっか、ゆがひぐらい人。あ、そっか。歌好きな人はリオさんの声でどうぞ。皆さん少し一回やってたの。手が響きがやりたかった。誰なんだろう。誰のところがいいんやろ。なんかもうみんな変わらん気がしてきてさ。どの。まあね。でももう今日日暮らしできたから元のポジ戻りたい。あ、一回でいい。ヘナは一生したい日暮らし。私も一生したい。もう今日だけでいい。日暮らしがいい。ね、日暮らしやりたい。そう。でレイラーのスカートめっちゃ短くってさ。私も服が。大丈夫あれ。どうしよう、バリ眠。どうしよう。なんかショールームって眠くなるよ、ね、太ももがよく見えて。そう、太もも、あれ太ももってかお尻見えたんじゃないの、テレビで。森瀬さんの歌い方最近ハマりそうになってます。どんな歌い方してる。ひまわり外れなくてよかった。本当はリエのひまわり好き。リエのひまわりめっちゃ好き。ひまわりってどんな歌い方してるっけ。歌ってて楽しい。わかんない。わかんないけど嬉しい。うん、ごめん、なんか今ちょっと汚かったかも。ごめん。おもろい、いつともろい。汚い。ありがとう。疲れ。みさみさ、いや、ほんま短かった。変えた方がいい。大丈夫ないよ。僕対初日でかなに。怒られた。短いよね。てか、後々気づいたんだけど。怒られた。今の顔キモかった私。めっちゃ焦げちゃった。インパンすら見えるレベルで。てか本当にインパン見えてる。インパン。それぐらい短かった。あ、かすみいたの。確かにキャッチフレーズやってないな私。え、それの今日のひーちゃんやるんかと思ってさ、響いてるよーの準備できてたのにさ、あれで響き、リーグして、ひーちゃんでーすみたいな。ゆいにゃんがあったんよ。なんか全然違うこと言っとったじゃん。なんか頭こんがらがって。何言ったんゆいの。え、普通だったかな。S T U が出てた、さっき。ああ言ってた。おくでのね、17歳くらいのね。普通だから、なんか頭が。え、よね、見えてたよね、思った。本当に最初出てる時気づかんくて。ひーちゃんのさ、21っていうワードに驚いた。何にも言われんかった。何が驚くん。別に21ってでかくねえやろ。でもレーダーン終わってもう少しでさ、22って言わんといけないけど。インパン見えてるくねって思って。岡山県出身ひーたんが22。え、インパン見えてるまんまさ、レーダーンやってたんだって思って。ひーちゃんの自己紹介のものはね。そう、でもデミキです21歳。でも何があったかって、衣装がやばい。やばい、ヒメだなって思った。ダメだよね。多分一緒に MC しない方がいいと思う。そうだよ、多分ヒメたちも口悪いから。それ何ヒメたちマジで口悪いんだよ。
リア中の一緒になったんですよ。無理だよそんな三期でやってたら。なんか仲いいがゆえにだよね。リア中学生と一緒をさ、まあ、親しき中にも礼儀ありだけど、ちょっとね、あんな短い丈になりますね。本当いや、あの高校生の時にチアダンスやったんですけど、あのチアダンスのスカートめっちゃ短いやん、あれと同じぐらいの年だった。19歳って言ったら本当に言いたいね。19歳とかそうだよ。ここで寝ないでよ。ごまかさない。まっすぐな歌い方、ストレートな歌い方よね。素敵、嬉しい。今度サザエさんしてみようかな。あ、やってみよ。123。123。さん、今日はありがとうね。笑顔が好きだ。あと三時間目の人は別の人だから。浜藤で平泳ぎありがとうだって。あ、平泳ぎした。あ、こうか平泳ぎ。チアリーダーと最近。そうなんだ。ああいうの面白いよね。やばい、57分。え、クロールじゃないの？やばくない？早くない？え？十七分だって。十時だ。今十時な気持ちだった。違うだよ。麦茶さん、お見送りの時リエちゃんも結婚してくれって言った。え、違うよ、麦茶が違うだよ。麦茶さんが結婚してってやつ。あの話したいけどダメだわ。ひーちゃんとリエボ隣にいたから。だから今日の帰りのひーちゃんの略し方、これリエの結婚したってことだよね。絶対響きやったので、大丈夫で、3番目はひーちゃんって分かってるから。でも2番目の2番目の人ぐらいならいいんじゃない。何を言ってんの。絶対響きだよ。ファンの取り合いしてる。いや全然いい。いいやん、もう姫野でそこは足して2で割って足して2で割って姫野でいいやん。どうだよ。いや、もともとね、ひーちゃんの大切なファンの方なので。50やばい、ちょっといい加減に読みます。では読みたいと思います。13位ラマレムさん、12位ミオさん、11位ビビンさん、ありがとうございます。15位宮根すけさん、ありがとう。9位が井上義弘さん、ありがとうございます。8位がイーチさん、ありがとうございます。7位がテルイさん、ありがとうございます。6位がヒラリホットさん、ありがとうございます。5位がテツジさん、ありがとうございます。4位がカロキョウシさん、ありがとうございます。3位がナコウさん、ありがとうございます。2位がツボノシンさん、ありがとうございます。1位がユーユーユーさん、ありがとうございます。別にスクショタイム使ったな、勝手に。笑顔が可愛いです、ありがとう。3位、まるともちゃん。3位、遊びに来て、ここに誰か。誰か、ひーたん、来て。明日、今日のやつ見るね、見てね。ありがとう、みんな。答えありがとう、ふいしかない。ありがとうございました。スカッツしてくれた。ありがとう、かのくん、ありがとう、はぐちゃん。バイバーイ。おやすみ。明日は歌唱力予選なので頑張ってきます。ありがとうございました、皆さん見てくれて。バイバーイ。また明日会いましょうね。こういうキャラになりました。おやすみ。バイバーイ。恥ずかしい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